はいどうも、お疲れ様です。FX オリガルヒの皆様。16週目のね、展望をちょっとね、軽く見ておこうかと思います。16週目は、まあ、ね上昇の兆しが見えるかなっていうところなんですけども、そのことについてお話しますね。ですんで、17日から始まって21日で終わるわけですが、1週間のポジションっていうのは倍で持つっていう風な戦略になりますかね。 で、週足とか月足のポジションにつきましては、ちょっと FX オリアルヒでは、あの雑談程度にしかね、お話できませんので、まあ、そこはあまり気にせずにえ、常にね、日足、デイトレードに終始していただきたいと思います。ただ、週間での動きがなんとなく分かっていくと、迷った時には、倍の方に行こうかなっていう風うなね、まあ、ちょっと救いの手が出てくるわけですよ。うん、やっぱり大きな時間軸に合わせてトレードするのは、まあ、原則なんでね、そのことを、 捉えてておいいいただければと思いますそれでは16日16週目の週足を見ていきますけども週足の分析としてはねおおむね、えー、大きく下から上に突き上げたものが次の半値ぐらいで戻っていくとさらにその半値ぐらいで戻っていってってことを繰り返して収束するわけなんですけども先週の相場解説を申し上げましたけどもブレイク直前なんじゃないかなってことでしたというのがボラティティがこういうふうに収まっていくとどっかでね押さえつけられた力が 上か下に跳ねる。これがブレイクって言うんですけど、そうなりがちなんですよ。ただ今回はブレイクではないんだけども、おそらくですよ。上昇の兆しが見えるかなってとこなんですよ。これどのように判断するかというとね、陰線と陽線が交互にある場合、上か下かに傾いていれば、そっちの方向に伸びていくっていう風な、まあそんな単純なレンジオプションを横倒ししたような見方なんですよね。 ちょうどレンジオプションがこういう風うにあったとしたら上下に交互に陰線と予線が並ぶわけじゃないですかそれを斜めにこう傾けたものがまあこれになるってことなんですよねで他の傾きとちょっとね比べてもらいたいんですけども完全なトレンドっていうのはこういう風うに同じ色でこうねすみ分けられちゃうんですよねもしくはほとんどこっちは赤ばっかりみたいなね ここもほとんど青ばっかりでしょここもほとんど赤ばっかりでしょこれトレンドっていうんですよ。で、トレンドまではいかなくても、まあ、上昇の兆し、傾きっていうのはですね、トレンドまでいかなくても傾きっていうのは、陰線と予選が交互に出てるのに、でも、正確に一つの方向を指し示してるんですよね。これは、あの、ブレイクではないんですけども、うん、まあ、上昇というかね、そっちへ向かう傾きというやつです。で、ブレイクっていうのは実際どういうことかっていうと、これ見てください。 あの3バガラスとか言われるやつですよねそれがまあ4バガラスになってるわけですけども通常これが起きるとドカーンとねブレークするんですよただ今回ブレークしなかったんで反対側の方に傾きが移ったってことですよねだからこのブレークっていう概念ブレークっていうのは壊すぐらいの勢いでってことなんですよね傾きっていうのはまああのブレークよりは弱いブレークですよね まあブレイクとは言えないんだけどもそっちの方向に向かいますよってことです、まあ、こんな形で使い分けていただければと思いますブレイクではないんだけども傾きってやつですねこれからも傾きって言葉結構使うと思いますんでよく覚えておいてくださいで、周足はだから上の方に圧力がかかってる、まあ、上への傾きがあるよってことですよねはいじゃあ次はね冷やしの方です で、冷やしを見ていただくときに、これをご覧いただいているのは、17日からトレードをね、始めようかな、もしくは相場観察しようかなと思っている方だと思いますけども、あの、冷やしを見たところでね、すぐに判断はつきませんので、17日は少なくとも午前中はしっかり見てください。そしてできれば1日中う見るということに徹していただければと思います。まあ、中級者以上上級者になると、その中でもポジションを持ちながら観察するってことができますんでね。まあ、資金量とか、それから精神力にもよりますけども。 ま、いつも言いますけども、技術と資金量と精神力の三位一体で FX っできてますんで、なかなか精神が鍛えられてないとね、条件が揃ってもエントリーできなかったり、うん、エントリーしてもロットがね、ちょっと0.1とかで弱かったりしますんで。でも私たちは FX で利益を上げないといけないんで、特に生活費に影響を及ぼすほどのね、利益を上げないといけないんで、やっぱり月間のトータルがね、 やっぱり3万とか5万とかのまんまじゃちょっと困るわけですよ当面はいいですけどもね目指すのは10万単位での月間利益ってことになってきます、まあ、そうなってくると、まあ、何が言いたいかって言うとねこのしっかり観察することなんですよしっかり観察する人しっかりとポジションを持つ日を明確に分けるその意味で17と21は観察っていうでしょ181920が実際にエントリーして利益を出していく時ですよ見る時と 稼ぐとき。ね。こちら、両方とも大事になってきますね。で、今、観察をしてるわけなんですよ。これ、17日の分の観察ですよ。月曜日をしっかり観察するわけですけども、今、動いてませんので、え正確には、これにプラスして、17日の実際の午前中とか、1日中の動きを加味して、18日からの勝負につなげていくわけですよ。で、えここが、チャンネルラインを引くと、一つの傾きを作ってるでしょ。上から来たものが、こういうふうに上下しながらも、全体的には、 上の方に行ってるわけです,よ、まあ、ですんでこの水準までは上圧力がかかっているっていうのが冷やしの見方ですただ今ね冷やしの中でも今陽線がグーッと出てるじゃないですかでこの陽線はあのもう私から見るとちょっと伸びきってるわけですよだから月曜日の1日単位で見ると倍で入るのはあまり得策じゃないかなじゃあどうするかっていうとね見てください 一日足が伸びきってるところが、ここと、ここと、今のここでしょだから月曜日は伸びきるところまで伸びきった、もしくは、こっからね、逆に縮んでいったら、そっからの伸びしろを火曜日、水曜日、木曜日で狙っていくっていう作戦ですよね。だからね、これがね、伸びきっちゃうと今度は、逆に火曜日はセルで取るようになっちゃうかもしれないんですよ。はい、じゃあちょっともう進めましょうか。4時間の方行きましょう。 はい、4時間もご覧のように、こういうチャンネルライン引きますよね。もう一個のチャンネルラインはどう引くかっていうと、これでもいいんですけども、うん、まあ、この辺りからね、こういうふうなアセンディングトライアングルに似てくる形です。ですから上に抜けやすいってことです。ね、上に向かうときは一定の水準までは値段は進むけども、下の方の下がり具合はもう限定的になってきてるでしょ、どんどん。 だからこれは上に抜けようとしている力が働いているというふうに判断するんですよ。これがだからテクニカルの見方です。よろしいですかね。はい。じゃあ次行きましょう。冷足です。冷足は先ほどの4時間の片鱗がちょっと出てるわけなんですけども、この図を見てどのように考えるかですけども、もうお分かりですよね。お分かりだと思うのは、力点をまず、こことここに設定して、 置くとと真ん中に中にに央の1本の本線が引けることに気づきますそれから上と下に力点を求めていくとここに反応して根動きが止まるということですねそして下こことここまあ言うまでもなくこの辺りですよね線を引くとするとこういうことになりますということでレンジオプションが2つできるわけですよ これを金曜日土曜日日土に活用したってこことになりますよねこっちのレンジとこっちのレンジに分かれるとで金曜日から土曜日にかけてはそれが最大限発揮されて上から下まで取れて上から下まで取れて止まったってことでしょこのようにね、まあ、上昇の圧力ってのはものすごく強かったわけですよで月曜日に様子を見てこの値動きがあっ矢印になっちゃいましたこの値動きがどういうふうに動いていくかなってことを見て もちろん上に抜ければさらに上に行きそうだし、このまんま下に戻るようでしたら、レンジオプションはこちらの方が月曜日、火曜日はね、活かしていけるってことになります。で、上に抜けるのを待つってことになるわけですよ。はい、このように展望を立てていきましょう。えー、よろしいですかね。えー、それではね、えーと、4月17日の追加更新っていうのは、そんなに頻繁には行いませんけども、特徴が出てきた時とか、それから途中経過で気になる時にまた更新しますので、 17日は、本当に3時間に4回、3、4時間に1回ぐらいで、うん、んですかね。3、4時間に1回でいいんで、見に来てくださいね。はい。それでは、月曜日は、ゆっくりと、しかし、重要な、あ、まあ、見解をお伝えしますんで、しっかりとご覧いただければと思います。大体、月曜日でね、大体勝負が決まるんですよ。月曜日でね。で、月曜日で勝負が決まる、その、叩き台として、 今回の相場解説などお届けしてますんで、これを見て、プラス17日をリアルで見てっていう感じですかね。はい。それじゃあ、今回も以上でございます。